ちら、どうも、花です。のりばんです。と、ほなかです。誰やねん、みたいな。はい、ということで、今日は、リア友と、一緒に2泊3日で、福岡にやってまいりますと。イエーイ、めっちゃ褒めた。なんと、福岡に到着してから、私がホテルの日にちを取り間違えるっていう事態がもう、すでに発生してるんですけど。はい、こいつやらかしました。やらかし。Vlog になっております。動画最後まで見届けてくれたらなと思います。それではレッツラゴー。明太獣に来たんですけどなんかめっちゃ並んでて、だからちょっと今から何時間並ぶのかチャレンジをしたいと思います。じゃじゃーん、いきます。せーの、いいの？やばいな。え、何がうまいのこれ？何がこんなに違うの？明太子じゃん。明太子がうまい。え、しかもめっちゃ並んでてんけど、結局多分30分ぐらいやんな。うん、そんな並ばん。いやな、何の麺なんかもあんまり分かってないやけど、麺ってこ入ってるこれね。え、なんやろこれ。テコテ系やと思ったらちゃうかな。多分今日さ、もうこれさ、爆食チャンネルやんな。福岡1軒目は明太獣でした。明太獣を食べて今からカフェでカフェイン摂取してきます。なんでなんで大丈夫かな、のりばんチャンネル。この強めのお姉さん、今ちょっと桜で自然を感じてるところです。え、もう天気がめっちゃいいよな。歩きながら喋る。歩き、なんかここのカフェが、フナがめっちゃ好きな韓国のモデルさんが昨日来てて、ワンちゃん遭遇とかないかなと思ってきたけど全然なくて、めっちゃ可愛い、おしゃれ。いい、なんとここのお店のお姉さんが敬語じゃなさんでした。友達になりました今。ぜひリキッドリキッド。爆発もしやすい感じ。Wi-Fi もある。最高。もうだって、ハオ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 、さっきカフェですごい楽しい時間を過ごさせてもらって、気づいたら6時ということで、続いてやってきたのはそのカフェのお姉さんに教えていただいた餃子屋ニノに、じゃじゃーん、天神南店に行きました。餃子と台北唐揚げみたいな。唐揚げ、パクチーを一口食べてみる。まず始まっていきます。危ない、毎回パクチー派じゃないかも。マジすごっ。え、これほんまにパクチー？え、そんな臭くなくない？でもエゴマの方が無理。エゴマも無理。パクチーが食べれるという事実が判明したので、ここでこのお店のタイマー。舞台に来ました。でも見て、寒すぎて寒すぎて買ってきた。何やったっけ、なか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 みたいな。これ何やったっけ、なかなか、そう、なかなかなかっていう、なかなかなか、なかなかなかってなかなかないよって。あ、なかなかなかか、持つ、やばいな。餃子に来ました、爆弾餃子来たー。前歯で5ミリかじ、待って、なお近くかみやねんけど、ずっと暑いで、はい、痛い。うわ、うまっ。向こうが楽しい、やばいな。という感じで楽しみまーす。やばー。屋台でさ、なんか4人たちのコースターいるみたいな言われて、ユニクロのこれ、あ、こういう誕生日やねん、ふな。だから、この日誕生日って言ったら、ちょっと釣れた。はい、チーズ。はい、OK でーす。何軒目かの屋台。イエーイ、乾杯。最高、瓶コーラ。すごい、いい女感の漂うところに来ました。行きます、開けます。じゃーん、ちょちょ。レッド2日目です。ガオ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 来ました。いただきます。すいません、先に。
はマスクリーンです。豆腐だけだけ食べれー。平日やけど人いっぱいやろ。こういうのに魅力を感じるようになったんやな、うちたちって大人になったよね。今日はこの後太宰府に行ってきます。楽しみたいなと思います。それではさようなら。太宰府に行ってまいりました。はい、ここは何なんじゃ。3年坂みたいな。あ、そういうこと。京都でいう2年坂3年坂みたいな。お守りも買ったし、そう、普段マジご当地キティちゃんのようにお守り買うからさ。なんか食べる？食べましょう。さっきまであったいちご飴が、いちご飴じゃない、乾杯乾杯泣いたんやけど、いちご飴食べる？もうもはやあり。いちご大福がなくなってたので梅ヶ谷餅、梅ヶ谷餅をいただきます。出来たてです。いただきます。うまっ。めっちゃ中もちもちのカリカリの餅にあんこって感じで、ちょっと食べてみてほしい。なんか麺によって味違うんか分からんけど、なんかここが良かった。夕方に来たから店がもうなくなってますみたいな感じやって。こっちはどこもありそう。まだこれはあるよな、うん、アイス屋さんみたいなところで桜ソーダを買いました。お友達は桜の、あ、いいよいいよ、ありがとう。アイスを買いました。これはもう梅ソーダって感じ。梅か。でも梅ソーダも売ってたから多分ちゃうんやろうけど。あーでも美味しい。美味しいな、うん、はい、ありがとうございました。楽しかったです、念願の太宰府。前にリサットと来た一富士に再びやってまいりました。まだ鍋は来てないんですけど、とりあえず乾杯といたしましょうか。ジェットライトで乾杯。お疲れ様です。最後の晩餐です。美味しい。ここの餅しか食べたことないけど、今日何の根拠もない何の根拠もないんですけど、まあ餅が来たら頭回そうかな。最後の晩餐です。それではいただきたいと思います。なんか何が多いんやろ。もっとも美味しいけどさ、この汁がうまない。美味しい。汁がうまない。スープ、スープだし。もしかしたら気づいてる人いたのかもしれないんだけど、ふなちゃん食べてばっかだよねふなちゃんダイエットするっていう動画出してる。でもな、聞いて。一緒に来てる友達がさ、ピラティスのインストラクターしてんの。筋トレしてんねんけど、なんかどこ教えたくなってきてみたいな話したらさ、なんて言ってて、代償運動、代償運動をしてるんやでって言われて、浮かせるところと違うところが効いて、逆にそこを痛めてるっていうことをやってたみたいで、あのふなちゃんの1ヶ月の努力は水縄っていうことが昨日の夜に判明したんですよね。はい、はい、で今日正しいあれを教えていただける、うん、そうですね、あの経験してるけど、そう、なんかあの呼吸の方法とかあるみたいなので、ピラティスは強式呼吸らしいですなんかちょっとあれやな、大人な福岡旅やったよな。確かに、いつもとふなちゃんとは違う大人なふなちゃんを見せたんじゃないかなっていう、そういう動画でした。バッグでばっかりだったんですけど、はい、感じでふなの福岡食べ歩き旅でした。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ブダイ先生よろしくお願いします。それでは最後、一本締め、せーの、福岡最高。ごめん、今日一日あなたたちのことを忘れてオタクだけ楽しんでしまったの。ここで謝罪させてくださいよいしょすいません、ひろと敬語もごめん。